どうも、ちでーす。今回はですね、こちらつむつむからでプレミアムボックス確率アップを引いていきたいと思います。今回狙うつむは前回と一緒でシルバーミストとロゼッタですね。ロゼッタがスキル4に前回なりました。で、シルバーミストがスキル3ですね。で、今回の確率なんですけれども、ロゼッタもシルバーミストも 30.17%、 やっと 30% 超えてきました。今回はですね、どっちもスキル5ぐらいまで持っていきたいですね。コインの方は100万コイン貯めたので33回と、あと今回のイベントでチケットを2枚もらったので合計35回引いていきたいと思います。じゃあ早速いきましょう。じゃあ早速引いていきたいと思います。どうだろう、今回5までいけばいいけどね。さあ1回目はじゃじゃんと、おお、またロゼッタから。ロゼッタはね、多分5まで行くんですよ。前回もね、すごい出たからね。さあ次はどうだ。なるほど、ゴーテル、スキル5の 78%。 さあガンガン引いていきましょう。ここからはコインですね、100万コイン。さあ次はどうだ。おお、来た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 。こっちが問題。やっとね、スキル4になりましたね。ここからスキル5まで持っていけるかどうかだね。前回ね、全然出なかったからね。さあ次、どんどん引いていきます。さあ次はどうだ。おお、この調子でシルバーミスト出てほしい。さあ次行きましょう。今回ね、前回ロゼッタをプレイしたので、今回はこのシルバーミストを出ますね。もうね、プレイしてみたいと思います。なのでね、できればスキル5まで持っていきたいですね。やっぱりね、スキル4だとね、ちょっといまいちまだ微妙なんですよね。そんなにね、得点も稼げないし。はい、ゴーテル。もうちょっとスキル5の 85%。いいですね。前回はね、卒業何体かしてるから、今回も卒業できるキャラクターがいればいいんですけど。さあどうだ。おお、今回はシルバーミストの方がめっちゃ出る。ちょっと変わったかな、出方が。さあ次行きましょう。いいですね。まあ出方変わってくれるのは全然ありがたいです。さあどうだ。いいですね、いいですね。ロゼッタ満遍なくいってますね、今回は。ロゼッタもスキル5になりそう。そう、なんかね、今日ね、僕ポケットにちょっとね、外出してる時に、お、レインボーピンクも来ましたね。ポケットに鍵を入れてたんですよ。で、その上からスマホをこう入れてたんですけど、これ僕が、ガラスのフィルムを貼ってるんですけど、ちょうどね、そのね、鍵がね、当たっちゃって、ガラスのフィルムに。で、ピキピキピキってこうなんか割れちゃったんですよね。もうね、最悪だった。新しく買ったんですけど、なんか微妙に、なんだろう、滑りが違うんだよね。前のやつの方がね、ちょっとね、滑りが良かったんですけど、まあこれもね、全然滑りはいいんですけど、なんかね、前のに慣れちゃってるせいかね、まだね、ちょっと使い慣れてないんだよね。滑りはね、すごくいいんだけどね。でね、今回は僕結構スマホを見てる時間長いんですよね。やっぱりつむつむプレイしてる時間が長いので、ブルーライト、なんか 40% ぐらいカットされるフィルターを、あ、フィルターじゃない、フィルムか。フィルムを買ってきました。はい。と言ってる間にシルバーミストもロゼッタもどんどんレベル上がってってますね。いいですね。さあ次は、どうだ?じゃじゃん!おー。シルバーミスト、スキル4の 71%、もうちょっと。まあね、このね、ガラスフィルムもね、前買った時いくらだったっけかな、なんか3000円ぐらいしたような気がするんだけど、今回買ったやつはね、1600円ぐらいだったんですよね。案外そんなに、前ほど高くなくてラッキーっていう感じだったんですけど、だいぶね、値段下がってるのかな。はい、シルバーミスト、スキル4の 85%、あと1体、あと1体でスキル5。さあ、次は、今回いいね。シルバーミストめっちゃ出てくれる。はい。ハートの女王。うわー、ハートの女王ももうちょっとでスキルマ。いいですね。まだね、卒業全然してくれてないからね、今回は。さあ、どうだ。うわー、シルバーミストめっちゃ出る。スキル5。とりあえずね、目標達成ですね。スキル5になりました。もう今回でスキル6にするのはちょっと難しいので。ここまでいけば御の字ですね。さあ、あとはロゼッタ。うわわわわわわわ、シルバーミストめっちゃ出てくる。なんだろう、前回と完全に逆転しちゃってますね。さあ次は、で残り53万コイン。さあどうだ。おお、なるほど。ハデス、ハデスももうちょっとだね。
なんかスキル5の 50% 超えてくるとね、やっとなんか終わりが見えてくるって感じだけどね。はい、ロゼッタ。お、ロゼッタもスキル5になりました。いいですね、いいですね。あとはスキル間に向けてこの2体も引くのみですね。はい。さあ、次は、じゃじゃん、ハートの女王。いいね、いいね、いいね。ハートの女王が、あと4体ぐらいかな。でもなかなか4体ってね、出そうで出ないからね。さあ次は、うわー、ロゼッタじゃない、シルバーミスト。シルバーミスト今回めっちゃ出てくる。なんだろうね、このね、ガラッと変わる流れね。初日は全然、おお、マキシマス、スキル間になりました。卒業ですね、マキシマスが卒業。調子いいですね、1体出ました。まあね、本来はね、初日に出てたキャラクターと、その後の日に出てくるキャラクター、引きやすいキャラクターって、なんかやっぱりちょっと流れが変わったりとかするので、もう今回はそれになんか沿ってる感じですね。さあ、次は、残り35万コイン、あっという間だ。さあ、どうだ、ハデス。ハデスもね、こういうね、キャラクターがそんなにいないうちにね、育ってほしい。さあ、次は、どうだ、ロゼッタ。いいですね。今回ロゼッタの方が圧倒的に低いね。すごいな、この差は。さあ次は、じゃじゃん。なるほど。フランダーもスキル間になりました。ってことは、確率がだいぶ変わったかな。あと何体だろう ?1、2、3、4、5、6、7、8、9体。あと9体になりました。あ、でも 33.09% か。そんなに変わらないね。まあまあまあ、まだいっぱいいますからね。はい、残り26万コイン。引き続き引いていきましょう。さあ、次は、どうだ?おー、いいですね、いいですね。これ、まんべんなくね、出てくれるとすごいありがたい。どっちかね、極端にね、出まくってね、片方全然出ないっていうのも微妙なんです。ね。はい。なんで今、声が詰まった。はい、ハデス、スキル5の 75%。まあ、ここまで来たら、新ツムは、まあ、ぼちぼちにして、常駐がね、結構ね、レベル高いので、上げちゃいたいですよね。でも、やっぱり30何%とかってあると、新ツムの方が出やすいね。すごい出てくる。シルバーミスト。前回全然出なかったのにね、今回めっちゃ出てくるね。さあ、次は、おー、いいですね、いいですね、ハデス。ハデス、あと4体。あと4体が遠いんだよ。意外とあと4体が出てくれない。さあ、次は、じゃじゃん。おーっと、ハデス、何今日。調子よくすごい出てくる。あと3体。ハデス卒業するかな?いや、でも残り3回か。さすがに残り3回全部ハデスはないね。さあ、次は、なるほど。シルバーミストめっちゃ出てくる。さあ、そして残り2回ですね。はい。残り2回。さあ、何が来るか。うわー、なるほど、スベン。スベン意外に低かったんだね。スキル5の 75%。これは今回無理だね。はい、そして最後になりました。まあ、最後はね、とりあえず、新ツム狙いでいきますか。さあ、じゃあ最後行きましょう。最後のツムは、これだ!じゃん!まさかのスベン。はい、というわけで、今回シルバーミストとロゼッタまた狙って引いたんですけど、シルバーミストめっちゃ出たね。なんかロゼッタ抜いちゃったもんね。さすが。じゃあ今回はシルバーミストをね、ちょうどスキル5になったので、プレイしてみたいと思います。こちらですね、シルバーミスト。で、今回も5から4のアイテムを使ってプレイしていきたいと思います。さあ行きましょう。どうだろう今回は。使いやすいといいけど。どんな感じかな。お、なんか軽い、こっち。おお、そういう剣か。なるほど。あ、そっか、これ中央の粒を消すようだったね、確かね。そっかそっかそっか。ってことは、使いやすいっちゃ使いやすいんだね。綺麗だね、なんかね、雲の糸が濡れてる。やばいやばいやばい。まあ、こっちの方が使いやすいかも、なんとなく。まあ、スキル5っていうのもあるけどね、前回スキル4でプレイしてますからね。それに比べたら多分こっちの方が得点は出ると思うんですけど。どうだろう?あ、やばい、ボム消しちゃった。ボム消しちゃった。やばいやばいやばい。
さあ、まあ、ちょっとね、残念な感じになってますけど。さあ、まあでも発動はなんか全然軽めですね。いい感じですよ、これも。今回のはね、やっぱりどっちも使いやすいですね。やばい。まあこっちの方が多分得点はスキル5の分高いと思うんですけど、どうだろう、残り15秒。いやーちょっとどうなのこれ。あ、ボムは壊れないんだね、よかった。このね、ボム壊れるのね、キャラクター嫌なんですよね、僕あんま好きじゃないんだよね。スキル発動してる時になんかボムが壊れちゃうともったいない気がしちゃって。これはいいですね、ボムが壊れないから。あー、やばい、だるくなってる。いや今回ちょっとこれプレイ全然ダメだけど、あ、でも305万低い。さあ、388万か、ぐらついてこれだったらいいですね。はい、というわけで今回はシルバーミストとロゼッタ引いてプレイしてみました。まあね、どっちもね、比較的使いやすいけど、シルバーミストの方が、まあ、スキルレベル5っていうのもあって使いやすかったですね。まあ、ロゼッタよりは、どうなんだろう、シルバーミストの方が軽めなのかな？なんか発動簡単にしたような気がします。はい、次はセレクトなので、またそれまでにコインの方を貯めておきたいと思います。じゃあ今回はここまで。チーでした。結構シルバーミストの方が僕は好きですね。